妙州の方いらっしゃるんですか。一番最初に死ななければ3回の後は後にグワッ、あ、場が和んでいる。おお、あ、なるほどなるほど。そろそろお腹も空いてきたことだし、飯でも食って寝るか。周回パーティーにすればレンドの高い人間がキャリーしてくれますよ。いや、そこで今みたいに3回も死んでたらもう除名投票始まるでしょ。周回に参加はありだね。除名投票配信することになるけど、史上初の見学行こうよ。見学だけ行くか。じゃあ、いや、酸素、ここまで来たら酸素やりたいですよね。3クレットらしいから、333クレットっつって、酸素はやっぱり333クレットみたいな。酸素だけにね、酸素だけに。エデン霊式再生編、酸素333クレットっつって、酸素だけに。今検索の募集あるよ。マジ?4人集まってる。あ、酸素検索パー行きますか。じゃあもう一回募集文ちゃんと見よう。本当にここに入っていいのか。見学まかまか×。あ、予習をされてるんですね。よろしくお願いします。見学、あ、初見初心者歓迎だから大丈夫でしょ。見学って書いてあるから、見学ってことだよね。つまり一応言っといた方がいいか。ざわあー、あー、おお、何パーティーですか。いい質問ですね。何パーティーですか。確かにパーティーの定義を明確にすることによって、初見見学 PT、 完全にこれでいていいっていうことになった。完全にいていいということになりました。初見見学 PT、 対戦よろしくお願いします。妙州の方いらっしゃるんですか。W、 なるべく一番最初には死なないようにしよう。一番最初に死ななければ、あ、対戦よろしくお願いします。サンクレット、マグロ助かります。 D1 はここね。エレメンタルブレイク、基本3階の位置にいればいいのかな、基本的には。え、一番最初に死ななければ、ここまでは良くて、次で、ここまでは良くて、あー、頭割りだ。赤が頭割りってこと。時計回りに行ってみるか。ヒーラーのとこに、エッチワンさんのとこに行ってみよう。カニさんのとこに行ってみよう。こうして一個一個試しながら進んでいくんだよな。間違った。3回の後は後に合ってるっぽいね。そんで次が何ですか。バーンストライク、あ、ヒーラーワンチームに分かれて頭割りかな。あ、くわっ、もうジャンプして場を和ませることしかできない。何も分からないので、すいませんっていうことに、言葉に対して、こちらこそすいませんっていう言葉しか和んでない、返すことができない。出た、これってアムレンタがないと蘇生しても無理だよね。おお、あー、カニさん、あー、これ触れちゃダメなのか。犠牲者が、向こう岸にも犠牲者がいる。これ触れちゃダメなのか。死体しかない。あ、和んでいる、場が和んでいる。あ、これみんな何をもってこの隙間にいるんだろう。みんなどういう、何の根拠があってこの隙間に入ってるんだ。数ある
数ある降臨の中からなんでそこを、おお、しっかりと全部離れておく。狭いとこって落ち着くよね。ああなるほどね。サンクレット2人いた今。わあ、ああなるほど、なるほど。人々が死と生を繰り返している。助かります。シーンソイルスラスト、あーこれは、あーあ集まるやつなんじゃないか。集まるやつなんか知らんけど、なんか知らんけど3人で生き残っている。後援後輩、あーバーンストライクはタンクがそっちを向いていて、そんで断ち切る、あーからの歯を、あー逆だな多分、逆だけど生き残った。でなんか、あーバーンストライクの時みんなどうしているのかというと、くぅ、あー自分にセンスいただきたいって。あー助かります。マジでさっき自分にセンスいた時何もできなかった。でこれが来たら北に行くと、ここでいいっすか、このあみんながいるところか、うん、みんながいるところだ。お初めて、これここまで来たの初めてですね。アジムステップの北西の方にいるモンスターに似てるやつね。ということでね、あれ、あこっち見てる。まあということでね、もしかしてタイトル釣りでした。クリネで出したら除名投票きますよ。タイトルは1日で零式再生編1層と2層クリアするっていうタイトル、 Not what you called っていうタイトルでやっているんですけど、1層と2層クリアできたと。タイトル変えよった、タイトル変わってるやん。いや変わっ、嘘つき、変わってな、変わ、タイトル変えるな。いや変わってないですけど、いや全然、いや変える暇とかなかった。あ1層2層クリアしたということで、あの対戦ありがとうございました。僕はご飯を食べて、リスナーを騙すな、okay. シャワーをして、シンポカ歯を磨いて寝るので、 OTU お疲れ様でした。最後にはね、オツつって、最後にはオツつって、後半へ続く、ツンデレ、もしかしてツンデレなんすか。最後には、最後の最後にはなんだかんだオツつって、ツンデレということで、対戦ありがとうございました。